しょ。何してるですか、こんなところで。そんなに大きな声を出すと子供らに見つかるがの。はあ、良寛さん、今何時だと思ってらっしゃる。あ、あ、そうか。弥一が鬼だ、みんな隠れよう。もういいかい、まだだよ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 。もういいかい、もういいよ。暗くなったから良寛さん、もうお家へ帰ったに違いないよ。私たちも帰ろうか。帰ろう、帰ろう。わーい、いけない、わしゃ居眠りしちまったようじゃ。子供たちはもうとっくに帰って寝ていますじゃよ。いや参った参った。良寛さったら。良寛さんは今からおよそ250年ほど前の宝暦8年に新潟県の出雲崎で生まれました。出雲崎は佐渡島が見える海沿いの町で、小高い丘を背にした静かなところです。この頃出雲崎は北国街道の重要な宿場町で、越後の政治、経済、文化の中心地の一つでした。特に佐渡で採掘された金銀を江戸へ送るために陸揚げする幕府直接の7万石の天領として代官所が置かれ、大変に栄えていました。良寛さんの家は代々立花屋山本家と呼ばれる名主を務めていました。名主というのは代官との間に立って町や村の人々を取り仕切る役目で、大きな権力を持っていました。良寛さんは父以南と母信の長男として生まれ、映像と名付けられました。あなた、映像を見かけませんでした？いや。映像、映像。奥様、どうだった？それがどこにも。一体どこに行ったのかしら。村、はい。映像を見なかった？お兄ちゃん、海。海？映像！映像！映像！映像坊ちゃん、何をしてるの、こんなところで。危ないでしょ。
僕まだカレイになってない。カレイ？やだよ、僕カレイになるのやだよ。ゾウったら、お父様の言ったことを真に受けて。ゾウ、父上おはようございます。いつまで寝てるんだ、早起きして読書手習いをしろ。なんだその目つきは。そんな目で親を睨む者はカレイになるぞ。カレイ、だからカレイになったら海に飛び込もうと思って。でないと僕死んじゃうもん。僕カレイになるの嫌だ、母上。バカね、この子ったら。母上。8歳になった映像は、隣町にある高昌寺の住職、南国万宗和尚が開いている寺小屋に通い始め、次第に読書に熱中するようになりました。映像。はい、母上。書物を読むのは良いことです。でも座ってばかりいては体に良くないですよ。お前も盆踊りにでも行ってらっしゃい。はい、母上。映像。はい。お母様。どうしたの？庭に泥棒が。くせ者、覚悟を。母上、映像。ごめんなさい、母上。映像は13歳になると、地蔵堂にあった大森師王先生の塾で学びました。大森先生はこの地域で有名な学者の一人で、映像は親類の中村家に寄宿して通いました。孔子様がおっしゃった、学んだことを時に応じて復習するのは嬉しいことです。ともあい遠方より来たる、また楽しからずや。志を同じくする友が遠くから来てくれるのは楽しいものです。この時代は日照り続きの天災や悪い病気が流行るなど、次々と悪いことが起き、人々の生活は苦しくなるばかりでした。江戸では大火事が起き、風水害に見舞われる地方もありました。また厳しい政治で生活に困った農民たちが金持ちの家や酒屋などを打ち壊す大きな騒動がしきりに起きました。映像は15歳の時元服しました。元服とは成人、つまり大人になる儀式です。名前も新左衛門文隆と変わりました。よく似合いますよ、映像。あ、いえ、文隆。文隆、今日からお前は一人前の大人だ。これからは私を助けて、立花や山本家のため頑張ってくれ。はい、父上。そして18歳になった文隆は使用塾を辞めて名主見習い役となりました。ちょうどその頃、出雲崎代官と漁民との間に揉め事が起こり、やむなく名主見習いの文隆が父に代わって両者の仲裁をすることになったのです。分かった、私が伝えよう。しかし文隆は両方の言っている悪口などをそのまま相手に伝えたので、問題はますますこじれてしまったのです。放っておけだそうだ。バカ者、わしの言ったことをそのまま話したのか。駆け引き一つもできんようなやつに名主は告げんぞ、愚か者めが。私は相手が言ったことをそのまま正直に伝えたまでです。言葉を巧みに操り、駆け引きしたり、適当にその場を取り繕ったりするような世の中など間違っていると思います。しかしな。さらに佐渡奉行の与田十郎兵衛が出雲崎へ立ち寄った時のことです。お奉行様は一休みされたら直ちに佐渡へお渡りになる。籠を船に積んで待機しておくように。承知いたしました。
ところが、若旦那様、困りました。カゴの絵が長すぎてお奉行船の館の中に詰め込めないんで。仕方ない、切ろう。いや、切ってもいいんですかい。このままだと詰め込めないんじゃ、切るしかない。許さぬ。恐れ多くも佐渡奉行与田十郎兵衛様がおのりになるカゴの絵を切るとは無礼千万。その腕叩き切ってやる。お許しを。しばらく、しばらくお待ちください。どけ。カゴの絵を切らせたのはこの私、切るならこの私を。このままでは済まさんぞ。いずれ大官の方から沙汰があろうぞ。若旦那様、ありがとうございます。若旦那様は命の恩人です。とんでもない。私のために怖い思いをさせてすまなかった。若旦那様。この事件の後、立花屋は佐渡奉行に何かと無理なことを要求され、対立するようになったのです。そして文隆には思いもかけない悲しい体験が重なったのです。え、私が処刑の立ち会い人に。どうして私が。当然であろう、出雲崎の名主として。そういうことだ。助けてくれ。俺は死にたくねえ。五助。五助は一体何を。難破船からご公儀へご進物する品を盗んだのだ。本当か、五助。おかおか、しっかりしろ、おか。今、お医者さん連れてくから。そんな金だのに、俺が何とかするだ。五助は病気の母を抱え難儀していたのです。お慈悲を、お許しを。ならぬ、打ち首だ。命だけはお助けください。せめて百叩きなど罪を軽くしてくださいませ。お願いでございます。名主ともあろう者が見苦しいぞ。立場というものをわきまえ。若旦那様。始め。五助、許してくれ。私は人一人助けることもできないのか。立派な名主とはどんな名主なのだ。大官の振り回す権力の前には何もできないじゃないか。権力に操られる偽りの生き方などしたくはない。私は真実の生き方がしたい。真実の生き方が。消するだと。何を考えているのだ。700年以上続いた我が家から出家した者など一人もいない。絶対許さん。そうですよ、お前はこの家の跡取りなんですよ。たく、何を愚かなことを。私のような愚か者は名主には向いていません。家督は有志に譲り、私は仏門に入ります。決心は変わりません。許さん。そんな勝手なことは断じて許さん。文隆。名主見習い役になったばかりの生真面目で純粋な文隆は、世の中の虚しさ、人の命の儚さ、そして家運の衰えを防ぐ力のない自分の性格などを考えて、名主を弟に譲り、自ら出家の道を選んだのでした。世の中の人を救うことができるように一生懸命修行しようと高照寺に入りました。掃除、草取り、畑の仕事の合間に多くの詩や中国の仏典などを学び、さらに村々を托鉢して歩く暗夜修行にも励みました。
ある日、備中、今の岡山県の玉島、円通寺の大任国選和尚という偉いお坊さんが、弟子の玄奘波良和尚が住職を務めている高照寺に立ち寄りました。この石仏様は何を見ておられるのかな。そう、景色を眺めておられるのですかね。裏のみんなが幸せになることを祈っておられるのだと思います。うん、なるほどな。その石仏様は自分の心を見つめておられるような気がします。己の心を見つめている。石仏様が心の中を見ておられるだって。うん、いい目をしておる。この時の大任国選和尚との出会いで、文隆は自分の先生はこの人以外にはないと強く感じました。文隆、国選和尚はお前を見どころがあると引き受けてくださることになった。私は弱い人間ですが、よろしくお願いいたします。人間は誰しも弱い心を持っているものじゃ。私の寺で修行してみなさい。お前の進むべき道が見えるかもしれない。はい。文隆は国選和尚の弟子となって、正式に得度して僧となり、良寛の名を与えられました。そして岡山の円通寺で長く厳しい修行に入ることになったのです。文隆、いえ、良寛さん、22歳の時でした。文隆、いえ、良寛、体に気をつけてね。どんな辛いことがあっても耐えるのですよ。苦しいことは全てあなたの身になるのです。母上、お前たち父上や母上の言うことをよく聞くんだよ。はい、お兄ちゃん。村、勇士。兄上、お達者で。立派なお坊さんになってね。父上、家を捨て、親兄弟を捨て、故郷を捨て、そして世を捨てるのなら、それだけの甲斐があったと人に言われるような人物になれ。はい。文隆、きっとまた会えますよね。もちろんですとも、母上。文隆、あの上。良寛さんは振り返りませんでした。振り返れば決心が鈍りそうな気がしたのです。良寛さんたちは、一説では信州長野の善光寺から江戸を回り、木曽街道を通って京都を経て玉島に向かったと言われています。良寛さんが修行を始めた円通寺は、瀬戸内海に面した倉敷の玉島にあります。ここで良寛さんは12年間にわたる長い修行生活に入りました。毎日午前3時に起床して、朝の座禅、本堂で禁行してから朝食です。朝晩の食事に出されるお粥は、自分の姿が映るほど薄く、目玉粥とも呼ばれていました。夕方、独参といって国選和尚の教えを受けます。仏を拝み経を読むよりも、勤労を通して得られるものが尊い。理論より実行することが本当の修行なのじゃ。禅寺ではサムといって、修行僧が肉体労働に従事するのです。慣れない作業は良寛さんにとって非常につらいことでした。しかし、このサムをすることが仏様の修行なのですから、それをやり抜かれたのです。そして時間を見つけては、大蔵経の経を貪るように読みふけりました。母上。どうした新入り、授業が辛くて泣きに来たか。そんなことは。この千景が美味しい野菜料理を作ってやるから元気を出せよ。名前は。良寛です。良寛か。おお、ギテ、
ああ、あの人はな、お前の兄弟子にあたる良官だ。こんにちは、義弟です。良官兄さんのことはいろいろお聞きしていました。どうも。あんまり見かけない顔だな。新入庵で暮らしているのです。時々野菜をいただきに来ます。なんだかやけに可愛いね。年はいくつなの？そりゃ可愛いだろう。実はな、義弟は女だよ。女？女の子が出家するなんて他に道はなかったの？良官兄さんだって長男なのに家を捨てて出家しちゃったじゃないですか。お野菜いただいていきます。ま、仲良くな。はあ。修行僧たちは毎月何回か宅発に出かけます。身なりに構わない良官さんは擦り切れたボロボロな装い姿で村々を行脚するのでした。あ、そうれ、そうれ、シャン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 、そうれ、あ、そうれ、シャン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 、あ、そうれ、そうれ、シャン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 。この頃から良官さんは修行の疲れを癒すかのように子供たちとよく遊んでいました。そうれ、そうれ、シャン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 、そうれ、そうれ、シャン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 。踊るのうまいの、良官さん。うまい、うまい、うまい、うまい。手まりだってうまいぞ。わー、きれいな手まり。ひふみよいむなや、ここのと。うまい、うまい。ひふみよいむなや。ああ、この盗人が、この手回りその先の家で盗んだものだろう。おめえがうろうろしてるのを見た人がいるんだ。さあ来い。良官さん。お役人様。ああ、こら庄屋の。そのお坊さんは円通寺の修行僧じゃ。盗っ人なんかじゃないですじゃ。え？円通寺のね。ここはお一つ。しょうがねえな。忘れてた。わーいわーい。お坊さん、どうして黙って連れて行かれようとしなすったんじゃ。疑われる理由が自分にあったのです。それを反省して自然に任せようと。はあ、修行しているお坊さんは違うわい。ところで名前は何と言いなさる？良官と言います。わしは庄屋の庄兵衛。宅発の時は寄ってきなされ。ありがとうございます。母上、母上。母上、母上。母上、こんなところで何を。危ないじゃないですか。私は毎日こうしてあなたが一日も早く立派な僧侶となって戻ってくるのを祈っているのです。立派な僧侶。あ、母上。文太君。母上。ああ、あ、夢か、母上。その頃、病の床についていた母信は良官さんの名を呼びながら帰らぬ人となってしまったのです。弟の雄志さんはすぐ良官さんに知らせました。母上、せめてもう一度元気なうちに会いたかった。母上。良官さんはこの時26歳。出雲崎での悲しい別れから4年後のことでした。Thank you.
ですか、これは。お坊さん。はい。手を抜いたらいけませんな。は？こちらもきれいに履き清めなきゃ。それにこの雑草。ああ、それは良いのです。え？石畳はお客様が通られる道ですから、きれいに履き清めねばなりません。それに散った木の葉が踏まれるのはかわいそうです。しかしこちらは自然のままの方が美しいでしょう。そして虫の住処にもなるのです。ほう、なるほど。虫の住処までは考えなかった。なるほどね。玉島円通寺での良寛さんの修行は、瀬戸内の明るさや暖かさとはおよそ縁のない厳しいものでした。良寛さんは国選和尚の下で黙々と勉学に励みました。良寛さんは食料がなくなると白髪に各地を歩きました。良寛さんが円通寺で修行をして11年経ちました。この頃から次第に体力の衰えを見せ始めた国選和尚は、床に伏せる日が多くなりました。良寛。良寛兄さんは夕方には戻られますよ。この千景が精のつく料理でも作って差し上げましょう。良寛、良寛が戻ってきてくれた。良寛兄さんは宅発に行ってますから、夕方にならないと。ただいま戻りました。え？お？国選和尚。おお、良寛。国選和尚。良寛。私はいつでも和尚のそばにいますから、心配しないでお休みになってください。良寛兄さん、この頃だいぶ弱気になっておられるようだ。義弟もなるべく顔を見せに来てくれ。はい。ある日、国選和尚は立派に修行した良寛と義弟子の二人に、修行の修行証書とも言うべき印下の下を授けました。下というのは宿の監視で徳を称えたもので、良寛さんはいつでも寺の住職になれる資格が与えられたのです。これはわしが使い古した杖じゃ。使ってくれるか。もったいのうございます。良よ、お前は心の働きが鈍いように見えるが、仏の教えを学んで深く広く自分のものにしている。それにものにこだわらず。良寛さんの進むべき道を開いてくれた国選和尚は、この1年後に亡くなりました。国選和尚69歳、良寛さん34歳の時でした。義弟、泣くな。今こそ国選和尚から学んだお心を人々に伝えていかねば。良寛さんは尊敬する恩師国選和尚を失った悲しみに耐え、さらに修行を続けました。そして自分は謙虚に大いなる愚者、つまり愚か者になろうという気持ちから、自らを大愚と号しました。四季折々の自然は厳しいだけではありません。冬が過ぎればやがては生命の息吹が芽生える春が訪れます。ありがとう。
どうされました？腹が減って。わずかで申し訳ないが、どうぞ。でも、あなたは？私はつい先ほど食べましたから。そうですか。ありがたい。いかんいかん。まだまだ修行が足りないようだ。ほら！なんだ、托鉢の坊様か。どうぞどうぞ。いや、まだまだ修行が足りませんね。こうしてたった一人の孤独の修行の旅を続けた良寛さんが38歳になった夏のことです。良寛さんの父伊南さんが旅先の京都で不幸な死を遂げたのです。良寛さんはお母さんに続いてお父さんの死に目にも会うことができませんでした。家を捨て、故郷を捨て、世を捨てるのなら捨てただけの甲斐があった。そう人に言われるような人物になれ。越後へ帰ろう。越後へ帰って修行を続けよう。我呼びて故郷へ行くや夜の狩。良寛さんは半年かかって越後にたどり着きました。しかしふるさとを離れて17年の間に隆盛を誇っていた橘屋山本家は今は見る影もなく落ちぶれた様子でした。どうしたことだ、こんなになってしまって。勇士たちはどうしているのか。会いたいがこんな様ではかえって迷惑が。あのお坊さん、橘屋さんの息子さんじゃない？ああ、そうに似てるわね。でしょ。来てみれば我がふるさとは荒れにけり、岩も間垣も落ち葉のみして。今日はあそこに厄介になるか。良寛さんは寺泊まりに近い海岸にある塩滝小屋に住むことにしました。仲良く食べなさい。兄さん、勇士、お久しぶりです。元気そうで何よりだ。兄さんを見かけた人がいましてね、私に伝えてくれたんです。兄さん、なんで家に来てくれないんですか。さあ、こんなところにいないで家に来てください。いや、私はここでいいのだ。好意はありがたいが、私は修行の身だ。修行する身にはここが最も良い住まいなのだ。しかし。当時家督を継いでいた勇士さんでしたが、隣町天瀬に移された代官所を元の出雲崎へ復帰させるための運動に失敗し、町民との間に訴訟騒ぎを起こすなど橘家は一層傾いていたのです。そのため良寛さんは勇士さんに迷惑をかけたくなかったのです。文隆、俺だよ俺。
ジャクサイ、原田ジャクサイ。しい曰く、学びて時にこれを習う。また喜ばしからずや、ともあり遠方より来たる、また楽しからずや。この人は幼い頃、使用塾で一緒に学んだ友人でした。今は寺泊まりの間木山で医者をしている原田ジャクサイという人です。孤独な生活をしていた良寛さんにとって、幼なじみのジャクサイさんとの再会は何よりもの喜びでした。ジャクサイさんは良寛さんのために九上山中腹の五号庵に住むように世話をしました。五号庵はもともと越後最古の名刹だった国定寺中興の祖萬元和尚の隠居所でした。萬元和尚が一日に米五合を寺から給付されていたことから五合庵と呼ばれていました。ん、誰じゃ今頃。はいはい、どなたかの。おお、こんな時間に申し訳ありません。安子さん、マノスケがの。あの子は父親に反発し、毎日お酒を飲んでは派手に遊び回っております。お兄様からもあの子に注意してやってほしいのです。安子さん、わしは人に意見するのが苦手でな。でもこのままでは由緒ある立花屋も、この上はお兄様の力におすがりして、あの子を真面目な人間にしていただく以外に方法は。よろしくお願いいたします。おじさんが。朝からお前の帰るのに。おじさんいらっしゃい。ちょうどいいや、一緒に飲みましょう。うちに来てまで打点することないじゃないですか、おじさん。さあ、おじさん。おお。どっからしちゃった。見てよ、おじさん。ご覧の通りの荒れ放題。昔の立花屋どこ行っちゃったんですかね。一生懸命頑張ったんだけどな、俺なりに。親父は俳句仲間と温泉で好き勝手に遊んでるし、俺だって逃げ出したいよ。名主は向いてないのかも。俺には荷が重いよ、落ち目の立花屋の名主見習いが。おじさん、俺に何か言いたいんだろう。そのために来たんだろう。何でも言ってくれよ。兄さん、馬之助を立ち直らせてください。おじさん、おじさん、座禅なんかいいから、一緒に俺と飲んで悩み聞いてくださいよ。大丈夫ですか。もうちょっとなんじゃが。あれ、おじさん、お帰りですか。ああ、馬之助、ちょうどよかった、すまないが、わらじの紐を結んでくれないか。あ、はい。年を取るとうつむくのが苦手でな。おじさん、初めて俺に口聞いてくれたね。座禅ばっかし組んで、全然話してくれないんだもの。昔私は父や世間に反発して出家した。馬之助は一人で立花屋を背負って苦しんでおる、もがき苦しんでおる。私は逃げた。おじさん。
じさん。良寛さんの涙は自分を見失いそうになっていた馬之助さんを立ち直らせました。良寛さんは馬之助さんのために涙を流したのではなかったのです。自分も若い頃馬之助さんと似たようなことを犯しておきながら、一時的にせよ意見などしようとした自分を情けなく思って涙をこぼしたのです。米が一粒もない。何か、なんだ、こんなものしかないのか。この坊主、米の一握りも銭の一文もないじゃないか。仕方ない、汚い布団だが手ぶらで帰るよりいいだろう。もらってくか。しめた、これありがたい。助かった。こんな何もないところに忍び込まなければならないほど苦しい生活をしている人もいるのだ。なんと不憫な。おお、お月様、あなたは取られずに済んだ。よかったですの。盗人に取り残されし窓の月。この地方の庄屋、ケラ宿門さんも良寛さんが親しくした人でした。そのケラ家である日法事があり、良寛さんも招かれました。魚と鴨料理に豆腐料理か、こりゃごちそうじゃな。申し訳ございません、気がつきませんで。それは、あ、食べたかったのに。おや、善児は魚や肉を食べてはいけないのでは。眼科も哀れを見捨てて去りにけり。腑に羽のなきぞ嬉しき。豆腐に羽のなきぞ嬉しき。なるほど。ひふにょいむなやこのと。どうした、マリツキは楽しいよ。ほら、やってごらん。いらない。あの子は、おゆきだ。貧しくって手まりを作ってもらえないんだ。さあ、日が暮れる。みんなそろそろ家に帰りなさい。しっかり手習いするんだよ。無理だよ。ん？どうしてかね。うちには手習いする紙がないもん。ないもん。うちにもない。うちにも。だったら空に書けばよい。こうしてな。そら。こうね。そうじゃ。こうね。そうじゃ。これならどこでも手習いできるじゃろ。良寛さん、さようなら。わーい。
キいつまで泣かせるの。ベロベロバーひょいひょい、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 ベロベロバー。ほら笑った。今度泣いたらおゆきちゃんが手まりをついてあやしてあげるんだよ。早く上手になるようにな。天真爛漫な良寛さんの優しい人間性は大きな愛となって生きてるすべてのものに注がれていました。良寛さんが五号庵に定住していたある日のことです。良寛さん大変だ。良寛さん遊ぼう。あや、良寛さんはお昼寝だ。本当だ、お昼寝だ。いや、一切今日の虫干しをしとる。え、虫干し？ああ良寛さん。ん？どうしたんだね。笑ってる場合じゃありませんよ。大変です。だからどうしたんだね。殿様が、長岡の藩主様が馬でこっちへ向かってるんです。藩主様がここへ。なんだろう。良寛さん、何か悪いことしたの？さあ、例えば犬をいじめたとか、畑のスイカを盗んだとか、藩主様に赤ん兵衛をしたとか。それとも、バカだな、良寛さんがそんなことするわけないだろう。だったらなんで藩主様がやってくるんだよ。そうだそうだそうだ。良寛さんが捕まったら、お手打ちになったらどうしよう。お手打ち？そんなのやだ。ほらほら泣くんじゃない。本当に藩主様は怒っておられるのかね。さあ、それはとにかく良寛さんに会いたいと言ってるそうで。とにかく会ってみましょう。そなたが良寛善児か。はい。私は長岡藩主牧野忠清じゃ。良寛善児、城へ来てもらいたいのだが。そなたの考え、教えなりを我が城下の民たちに広めてほしい。来てくださるなら何不自由なく暮らせるよう計らいますぞ。よかったね、よかった。くほどは風が持ってくる落ち葉かな。米を炊く薪は落ち葉で十分だと。贅沢な暮らしなど無用だと申されるか。良寛さんは、お殿様のせっかくのお誘いですが、私は今の暮らしに満足しているので贅沢な暮らしは望んでいないと歌で答えたのでした。良寛さんは
権力や豊かな財産や名誉をきっぱりと断ったのです。体を厭われよ。来てみれば山ばかりなる五合庵。江戸幕府の老中にもなり、詩や歌を作る名君と言われた殿様は、良寛さんをいたわる歌を残して山を下っていきました。しかしもったいない話だな。この頃俳句の世界で武尊や一茶が活躍するなど、文化が華やかに花開いた時代でした。良寛さんも万葉集を熱心に学び、優れた歌を残しました。良寛さんは五合庵のある久上山を下って、寺泊、出雲崎、牧、分水、輪島、与板、さらに長岡の城下町などを宅発して回りました。そして燕の町に入った時のことです。おや、どうした？弟のタコがうまく上がらないのかい？どれどれ、ん？尻尾が長すぎるのじゃ。これでよい。ん？ほう。さあ、これで上がるぞ。うん。ほら。タコタコ上がれ、天まで上がれ。天井は大風じゃ。ありがとう、良寛さん。伸びやかな天井台風のタコは、良寛さんの潤いのある雄大な心を表しているようです。良寛さん、タコの話聞きましたよ。え？私にも何か書いてくださいよ。私は難しい言葉は苦手でね。簡単な文字を書いてくださいな。ん？え、これだけですか？これだけです。簡単な文字って言いましたけど、これじゃ。一は単純にして明快。すべての物事の始めです。初心忘るべからず。なるほど、ありがとうございます。良寛さんは大人にも子供にも分け隔てなく接しました。人間だけではありません。五合庵に訪れた多くの動物たちとも仲良く話したりしていました。昨夜タヌキたちとお話ししてたって本当？ああ、本当だよ。どの話をしてたの？それはね。ねえ、どんな？教えて！教えてね！月のウサギの話だよ。月のウサギ？そう、ずっとずっと昔のことだよ。あるところで猿とキツネとウサギがそれは仲良く暮らしていた。天の帝がそれをお聞きになって本当かどうか見に行くことにした。天の帝はみすぼらしい老人に姿を変えて三匹のところへやってきた。お腹が空いておるんじゃ、何か食べるものはないかね。気の毒に思った猿は木の実を取ってきた。キツネも川で魚を捕まえてきた。しかしウサギはいくら探しても食べ物が見つからない。ありがとう。
できませんでした。代わりに私を食べてください。天の帝はウサギを哀れに思い、月の都へ連れ帰り生き返らせたのじゃ。こうして天の帝はな、ウサギの悲しく美しい行いを多くの人々に思い出してもらえるようにしたのじゃよ。それをタヌキたちに話しておったのじゃ。そんなウサギなんて嫌い。おゆきちゃん、長岡からわざわざ、せっかく見えられたのに残念ですが、良寛さんは今寺泊まりの密造院へ行っておられます。そうですか。いつ戻られるか。ちょっとお戻りになったらこれをお渡しください。ほう、これは見事な。私の手製です。良寛禅師へ心ばかりの手土産と思いまして。では確かにお渡ししますから。お願いいたします。良寛さんを訪ねてきたこの人は丁真に長子藩士の娘で、医師と結婚しましたが事情があって別れ、尼となり長岡近くの閻魔堂に住んでいました。日頃から良寛さんの噂をいろいろ聞いて、敬愛の念を抱き教えを乞いたいと訪れたのです。29歳の時でした。この頃良寛さんは島崎村の木村元右衛門さんの勧めで木村家の屋敷の中の小屋に住んでいました。69歳の頃です。これぞこの仏の道に遊びつつ、つくやつきせぬ実りなるらむ。良い歌じゃ、定心に参加。その後、半年ほどして二人は初めて対面したのです。良寛様。はい。定心にさんがお見えですよ。そうですか。どうぞ。はい。お会いできましたこと、夢のようでございます。その時から二人は師弟として仏の道や文学、人生などを話し合い、多くの歌を取り交わすなど清らかな交流が続くのでした。良寛さん。おお、どうした。川で、川を挟んで喧嘩が。何。この当時良寛さんが住んでいる島崎は島崎川を挟んで、幕府の治める上領と村上藩の下領が対立していました。お米を作る水の奪い合いなど絶えず揉め事が起こっていたのです。やめなさい。良寛さん、争いはいけません。止めねえでください。やつらは許せねえ。自分たちの方にばかり水を引きやがって。ふざけんな。そっちが先に俺たちの水を止めたんじゃねえか。うるさい。皆さん、争いからは何も生まれはしません。憎しみや憎しみを生み、さらなる不幸を呼び起こすだけです。だけどあいつら勝手すぎて。勝手なのはお前らの方だ。上領に住む良寛さんは、なんとか二つの村を仲良くさせる方法はないものかと考えました。盆踊り。そうだ、盆踊りじゃ。二つの村そろって盆踊りをして仲直りじゃ。良寛さんは早速上領の村の長老たちを集めて話しました。続いて下領の村に行き、同じように話しました。
はじめは多くの人が反対しましたが、良寛さんの必死の説得が実って、ついに2つの村の合同の盆踊りが催されることになり、場所は神寮の龍泉寺、旧大門前の広場に決まりました。村人たちはみんなで輪になり、日頃の生活の苦労や仲違いも忘れて踊るのでした。良寛さんも踊りの輪の中に入っていました。こうして2つの村は仲良く話し合いで問題を解決するようになりました。良寛さんが71歳の文政11年12月、越後地方に大地震が起こりました。この三条大地震による死者は1600人以上、負傷者1400人以上、倒壊した家屋は1万3000軒、焼失した家は1200軒、半壊した家が9300軒という大惨事でした。この大地震で大勢の命が奪われた。一緒に手まりをついた子もいるかもしれない。しかもこの頃は豪雨と干ばつなどが続き、米や野菜は不作で、人々は苦しい生活を強いられていました。この悲惨な状況を憂えているのは良寛さんだけではありません。私には何ができるのでしょう。飢饉が続くと人々の心はすさみ、飢えに苦しみ、ついには真っ先に子供たちが売られていきます。何もできない私はどうしたら。何もできないのは私とて同じ。できるのはせめて子供たちと遊んでやること、手まりをついて笑ってもらうこと。毎日そう心がけてきましたが、本当の苦しみを救うことはできません。この頃から良寛さんの体に衰えが目立ち、時々激しい腹痛が襲うようになっていたのです。はい、どうぞ。ありがとう。ああ、おいしい。夏から秋の間、良寛さんはみんなの心のこもった励ましや介護を受け、一時は解放に向かいましたが、病気は少しずつ良寛さんの体に広がっていました。どうした、おゆきちゃん。そうだ、明日マリ付きしようね。ダメなの、マリ付きもタコ揚げももうできないの。え、良寛さん、さようなら。おゆきちゃん、おゆきちゃん、良寛さん。
上官さん。おゆきちゃん、マリツキ、また一緒にしたいな。りょうかんさ、見ててね。ひふみよいむなや、ここの音。ひふみよいむなや。この里に手まりつきつつ子供らと遊ぶ春日は暮れずともよし。裏を見せ表を見せて散るもみじ。天保2年正月6日。良寛様、良寛さん。兄さん。良寛さんは眠るように息を引き取りました。74歳の波乱に満ちた人生でした。散る桜、残る桜も散る桜。木村家を借りた葬儀の日には、良寛さんの清らかな心を示しているように白い雪が降りましたが、良寛さんを慕う多くの人々が参列しました。その長い列は、先頭の人が火葬場に着いても最後の人がまだ木村家を出ていなかったほどでした。純真で寛容と慈愛に満ちた良寛さんの美しい人間性は、私たち日本人はもちろん世界中の多くの人々に親しまれるに違いありません。そして良寛さんの心はいつまでも引き継がれていくことでしょう。昭和史の